よし、みんな行くぞ。キャプテン翼2、続きやっていきたいと思います。サンパウロ対イタリアのローマ、パスカット。サンパウロね、ブラジルタイプのカウンターアタックでいきたいと思います。これで優勝しましたからね。音楽が違う。リマ君届かない。ワンツー、やばい。アマラウクリアしてくれ。角度のないとこシュート打ってくるか。トラップするのかい。戻れ戻れアマラウ。そこでセンターにランピオン、バビントンがついた。ゴール前だ。ランピオンやばいぞ。ナイスこぼれ球。敵のランピオンが要注意なのかな。ローマもう一回、あ、パスだ。マリーニ、あー、ここ大丈夫か、通るかこれ。いや、3人フォワード全員上がってきてるじゃん。なんだこのローマ。通るか、通った。プラト、これは完全にノーマーク。しかし新田くんがいないからね。これどうする。これやりたい放題だ。どうしよう。ここは一回外に出そう。すぐに跳ね返されてもね、カウンター食らうから。ここで自由に渡して、キーパー来るか来るか、来ない、スルー、自由スルー。敵のキーパーバランスを崩している。あ、届かない。しかしプラトン低いボールで敵のキーパーバランスを崩している。プラトンがまた戻そうか。いや、シュート力自由と同じだ。プラトン行け、シュート決めろ。わあ、パンチングする。しかしリマがフォローして、もう一度敵のキーパーバランス崩している。走行してる間に翼くんが上がってきた。うまいセンターリング、低いボールだ。ノーマーク、ボレーシュートだ。主人公の強さ。うそー、結構やるなこのキーパー。バビントンからの展開、これ侮れませんね。バビントンパスうまいよね。タハマタ君から、タハマタ能力低いな。14点アマラウサイド。このチームプレッシングサッカーなのかな。めちゃくちゃ上がってくるよねプラトンにトラップして、さあこっからセンタリングだ。翼くんへセンタリング、高いボール来た。キーパーは来てない。ドライブオーバーヘッド、うーん、どうしよう。オーバーヘッドだ。これだ、決めろ。よし、こんな1回戦でね、苦戦してるわけにはいかないぜ。いくぜ。音楽がかっこいいね。どうしよう、敵の11番、タックル、タックル、タックルだ。いけ。お、ファールで止めた。どうせならボール奪いたかったね。敵の6番エースストライカー、気をつけて。ワンツー、まだキーパーのとこまで行ってないからね、こっち。あ、ランピオンとワンツー、ランピオン要注意ですよ。ランピオンにまた戻すか。レナート来た、レナート行け、飛び出せ。あ、フォローした方がよかったか。わあ、こぼれ球、やばい。無人のゴール、ドトール、うそー、やばいぞ。レナと戻ったか、これクリア。あー、カットされた。タックル、レナと1に戻ったみたいですね。ランピオン来た。あーっと、ノーマーク、カットか。全員攻撃してくるね、これすごいな
全員攻撃に参加する。アマラウ・ドトール、クリアだ。いけ、アマラウ。よし。あ、レナト、これは飛び出せ。よっしゃー、レナト、いいよ、いい仕事してる。完全なるカウンターだこれ。何これ、ローマ。カテナチオとかじゃないの。パハマタ、いけー。所定の場所についてからの自由がスルーですね。お決まりの自由がスルーして翼へ。キーパーバランス崩している。高いボール来た、キーパー来ない。よし、チャンス。オーバーヘッドで十分でしょう。ドライブオーバーヘッド温存だ。いけい。よし、完全にカウンターはまってますね。サンパウロペース、ローマの攻撃の人数が半端ないよね。全員で来るから。ランピオン、翼が行こうか。ここは翼もディフェンスに戻る。残り5分守りたいね、これ 2-0 で終わりたい。お、翼ナイスカット。今パスできるか。おーっと、パスコースがない。これ厳しいね、パスコース。どっかあるか、パスコース。バビントンに。さあ、これ通せばカウンターだ。マークされている。くー、厳しいねこれ。ワンツー、狭いところ、カットされそうだねこれ。あー、大丈夫だ、突破できるか。よーし、バビントン、うまい。ワンツー、ワンツーでさらに前へ。ローマ極端なチームですね。よし、これでノーマークだ。どうする、あげるか。あー、自由いけるか。自由弾かれそうな気がすんだよね。いけ、でも打て。エースストライカーはお前だ、自由。うわー、やっぱり。バジスタナイスフォロー、オッケー。サイドに展開。あ、ちょっと怖い、一回下げよう。ヒールリフトで後ろに戻してみたいな感じだな。こっからリマがオーバーラップしている。今度はこっちの番だ。じっくり時間使ってね、攻め込もう。笛なってもいいぐらいだけど、ロスタイム。さあ、センターリングだ、翼へ。リマセンターリング、高いボール、キーパーも来た。スルーでいいか、スルー。どうだ、翼スルー。笛なるか、なりそうな気がする。笛ならない。ローマのゴールは空っぽだ。ヘディングシュート、いけ。あ、ダメか。うわー、惜しいな。惜しかった。翼シュート打ってもよかったけどね。いや、完全にこっちのペースですね。余裕がありますね。余裕があるから打っちゃいますか。ドライブシュート、センターサークルからの主役だからできるドライブシュート、どうだ。よーし、3対0。さあ、ディフェンスだ、やっぱりブラジルタイプ、カウンターアタック。あ、これパスカットだな、パスカット。あ、ダメだ、かわされた。タックルの方がよかったが、戻れ戻れ戻れ。パスカットは難しいんだよね。あ、打ってきた、レナート出番だ。なあ、なぜそれ。エリア外からのシュートは止めてほしいな、レナト。前半いい活躍だったのによ。
ノーマークのやつに打たれちゃったぜ、おい。もう翼に渡してドライブシュートか。いや、時間を使おう。時間使って攻め込もう。プレッシング結構してくるんかな、このローマね。攻撃がむちゃくちゃだもんね。センターバックも攻撃好きなのかな。これちょっと厳しい。おーい、これ追いつかれたぞ。いけるか、今までいけるか。立て、よし、取った。リマ後ろに下がってワンツー、サイドバックがオーバーラップ。よし、あー、敵の3番来た。ドリブルでかわせないな、これは。翼にパス、あー、逆サイドだ、逆サイド。あー、やられた。やるな、サイドバック、敵の。やばい攻撃をした。リマの攻撃力はないね。勝負だ、ここセンターバック対。おお、止めた、ナイス。それはナイスだ、ナイスファール。パスから始まるからね、ランピオンの。これはラッキーだ。さあ、時間作れたぞ。戻れ戻れ戻れ。ワンツー対応するね、こっちもだけど。9番がリ、ね、あいつだよね。これはタックルだ。なあ、裏目裏目。あ、ランピオンにストレートに。あ、ここ前前前、2人、セントバック2人いる。よし、タックルブロックだな。あ、パスか。弱気だね、こいつ。エースストライカーなら突っ込んでくるかと思ったけど。あ、ワンツーか。完全に1対1だ、これ。あ、スルー。これはゴールキックだね。オッケー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 、ラッキー。弱気だね。敵のエースストライカーは弱気だ。バビントンに預けとけばパスうまいから、ワンツーとかで突破できるぞ。ワンツー、もう一回ワンツー、ワンツー。タハマタと、タハマタあんま成長してないんだよね。バビントン、バビントンキープして、キープしてワンツーだ。いや、ここはワンツーと見せかけてタハマタをオープンスペースに、センタリングの形へ。さあ、ここからセンタリング深くいった方がね、よくセンタリングうまくいくんだよね、このゲームね、多分。バビントンに、ここかな、難しいとこだね、これ。ここだ、低いボール、バビントン、シュートだ、いけ。センターバック前にいるけど、おい、軽くパンチングしやがるな。お、リマ逆サイド、いいね。敵のキーパー倒れてますよ。これはもうプラトン飛び越して翼だ。アリークロス来たー、キーパーも来た。スルーした方がいいかな。いや、シュートだ、もうオーバーヘッドだ、決めちまえ。翼いけ、来たー、無人のゴールへ。よし、翼ハットトリック、楽勝ムードが漂っております。初めてかも、こんな楽勝な初対決で。ランピオンが弱気なのがね、勝因ですね。自分で行かないっていう。敵の6番のシュートが1本決まっただけだよね、これ。アウ、ペナルティエリア外からね。レナートあれはパンチングしてほしかった。あ、ランピオン来た。あ、ノーマーク、うそ、これはダメだ。ゴールエリア内でノーマークってなんでよ。おお、レナート、ナイス、ナイスパンチング。レナート、ここはもう飛び出せ、こぼれ球、よしよーし、もらった。
ったー超カウンター。オフサイドはない。中央の線よりこっちだからもともとオフサイドないしね。あーまたこれもまた自由スルーだ。自由がスルーしていけ、自由スルーして翼だ。キーパー来たか。おお、キーパー来たか。スルーどうだ。あー、キーパーも来た。自由スルーうまい、相変わらず翼無人のゴールに。どうしよう、もうオーバーヘッドだな。でもな、ヘディングよりもオーバーヘッドで確実に。オーバーヘッド枠外しそうだけどな。おいし、これも自由の得点と言ってもいいぐらいですねでもローマ攻めすぎでしょイタリアのチームとは思えないね。もうでも勝ちましたね、これ5点目は。ランピオンの必殺シュート見たかったねある意味タックル、タックル際どいところ取れるぞ。よし、翼来たー。もう容赦はしない、ドライブシュートだ。いけ、6点目。止めれないでしょこのキーパーには。吹っ飛ばした、よく触ったな。6対1。いやー、1回戦いいウォーミングアップになりましたね。ランピオン必殺シュート見せればいいのに、最後それだけが心残りですねランピオン弱気なんだよね。ロスタイム打ってみろ、ランピオン打たないのかい。そこもう笛鳴るよこれ。いや、その性格では勝てないわ世界ではやっていけないね、ランピオン君。余裕を持って勝てました。2回戦ウルグアイ戦、ジャパンカップ、次回をお楽しみに。あ、リマ・マリーニ・アマラウがレベルアップ、渋いねレナーとレベルアップしてほしかったな。次回もお楽しみに。さよなら。